江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら国民知能指数ランキングで韓国が5位、日本はというね、こちら記事が出ておりますので、ご紹介していきたいと思います。それではくーちゃんお願いします。世界で国民の知能指数が最も高い国は日本であるとの調査結果が出た。フィンランドの知能テスト機関ウィクトコムが109カ国の IQ テスト結果をもとに25日に発表した2024年世界で最も知的な国家ランキングで日本が平均 112.30 で1位に輝いた。世界平均 IQ99.64 よりも12点以上高い数値だ。続いてハンガリー 111.28、 台湾 111.20、 イタリア 110.82 の順で2から4位を占めた。渓谷は 110.80 で5位だった。主要国別ではドイツ 105.23 が23位、イギリス 97.63 が66位、アメリカ 96.57 が77位だった。最下位の109位にはモザンビークが入り、この国の平均 IQ は 90.06 で世界平均よりも 9.58 点低かった。9位が最下位なの。日本は2019年にも英国の R スター研究所が発行した国家の知能報告書で平均 IQ106.48 で世界1位にランクインしていた。その時渓谷は 102.35 で6位だった。2022年の国際学力統計度調査 BISA に基づく最も賢い国家ランキングではシンガポールが最高の 1679点で1位だった。 C 国は1605点、日本と台湾はそれぞれ1599点で続いた。渓谷は1570点で5位だった。経済協力開発機構 OECD が主催するこの試験は各国の15歳以上の学生の教育水準を評価するもので、読解力、数学力、科学力を評価する試験で構成されている。読解力で5位だと。おはい、ということでね、世界で最も知的な国家ランキング。はい、じゃあですね、こちらに対して渓谷の反応見ていきましょう。世界で最も知的なんですって日本が。C 国が2位だということ自体が操作であり信頼性がない。偽物ランキング311-43。 C 国14億人全員をテストしなければ全国民の平均は出ないだろう。母集団の歪みがひどいな。信憑性086。イタリア以外だね。120。イタリアも上位だったね、そういえばね。ノーベル賞を受賞した数を見ればわかることを、渓谷は0個なのに、日本は一体何個だ ?81。民主党の国会議員たちが国の知的レベルを低下させた81。日本は渓谷より全ての分野で優れている。政治、経済、社会、科学技術、文化など、渓谷が唯一得意なことは、昔の J-POP をそのままコピーするか、最近ではアメリカのものをコピーして K-POP と言っていることだけ。93。日本人は非常に賢い。渓谷の小さな井戸に閉じこもっている。人には理解できない。資料調査のために日本のポータルとコミュニティを検索したことがあったが、日本人は理性的で論理的であり、直接情報を検索して見つけ、メディアの扇動に振り回されず、非常に常識が豊かだった。そして討論の際に無駄に刺激的な言葉を使わず、感情に訴えたり、同情心を刺激してダダをこねることが全くなかった。83。その通りだ。最近の我が国の状況を見ると、ただ、メディア、SNS、コミュニティに慣れきった NPC 程度に過ぎない。知能があれば、飲酒運転前科者や、追北送金に関連する人物を大統領にしようとするだろうか ?61。5から6位程度なら、十分に良い国民だ。これまた、朝鮮の特技である、他者と比較して、自分だけ不幸に感じるスキルが発動して、コメント内容が違うつだな。40。渓谷が5位?どこで調査したんだ?根拠はあるのか?信じられない。渓谷は50意見が妥当だと思うが。41。日本はノーベル賞だけでも26個も受賞していて理解できるが、渓谷は平和賞以外ノーベル賞が一つもないことを考えるとあまりにも高い点数を与えすぎたと思う。30。日本で生活していると、まあ、こんなことをどうやって考えたんだと思うことが非常に多い。渓谷人は応用力が高く、他人のものを持ってきてより良くする能力は世界最強のようだ。30。
学業生活で苦労して暗記した知識を IQ と勘違いしているやつらを見ると、確かに知能が低いやつらが多いな。わら、渓谷は大学入試が難しいと、全世界的に非常に賢いと勘違いしているが、現実は、ソウル大学は東京大学の足元にも及ばず、ノーベル賞を受賞したり、世界的に影響を与えた偉大な人物もいないのに国自慢だけして、我が国が無条件に最高だと叫んでいるのを見ると、確かに日本に比べて IQ が低いと感じる。わら、30。渓谷が5位だと、わら、通りすがりの犬が本当に笑う。最近の渓谷人の知能を見ると、本当に悲惨なレベルだ。特に若ければ若いほど。4、2。渓谷は理性よりも感性が支配する国だから当然だ。4、2。偽ニュースに騙されることや、ネイバーのコメントのレベルを見ると、5位でも高すぎる。2、0。20から30年前の全盛期の日本を思い出すと納得できる。魚もたくさん食べるし、渓谷のグローバルなサムスン、LG、ハイニックスなどの立場を考えると、5位は納得がいかないわけではない。ただし、変数は高齢出産による知的障害、少子化による競争力低下だ。そして、正直に言って、渓谷、日本が優れているというわけではなく、他の国々がこれほどでもない、本当にクズだと見るのが正しい。2、0。日本は何でも1位だな。日本の政治家たちは仕事がうまいな。わら、2、0。いや。日本が賢いのは事実だ。渓谷とはレベルの差が大きい。吸い殻をどこにでも捨てる我々とは次元が違う。1、0。高校1年生だけど、クラスの連中を見ると、本当に5位というのが高いと感じる。1、0。アメリカが77位しかない？平均をとってもこんなに低いわけがない。国際科学オリンピアードを見るとアメリカは常に5位以内に入っているのに。2、2。アメリカは4、もう人種のるつぼだからじゃん。日本のショート動画と渓谷のショート動画を比較しても両国の知能の差がわかる。日本のショート動画は本当に多様で斬新なテーマが出るのに、渓谷のショート動画はいつも食べ物、踊り、海外の動画を盗んで使っているものばかり。渓谷のショート動画は見なくなって久しい。1、1。はい、というね、意見でした。それではですね、こちらに対してチャットの反応聞いた。あ、まだなんか言いたいことあるんですか？じゃあちょっと聞いてみましょうか。こちら、一人目。性の感受性は日本一位だな。わら、57、10。イタリア、文化遺産やブランド品を誇張して売っているのを見ると理解できるな。2、0。ネイバーラインが日本に奪われるのを見てもわからないか？日本に歴史問題、安全保障、経済すべて譲歩しているのに。1、0。笑わせるな。猿の知能が1位だと。3、3。もしかして性知能？違うか？アダルトビデオは日本だ。2、2。最も偽善的な国民性1位も日本だな。わら、1、1。高い IQ だけど、島国は略奪、大陸は文化侵略。IQ が高いと、自分で何かをする考えよりも、他人のものを奪うことを考えるのか？ 3、3。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきましょう。はい、それではですね、上の方からいきますかね。この辺かな？はい。ランキング見ないと死んじゃうんか、計算は。そもそも、指数って漢字読めるんか、お前ら。わらわら。え、国語できないのに5位なの。渓谷さんすごい。どうでもよくね、こんなの。IQ 高くても国ガチャ失敗じゃ意味ない。みんなでカンニングして数値を引き上げたにだか？相手の言葉を理解できなかったり、自国の文字を書けない時点で、ね、おまけに時計の見方がわからないって数字も読めないんですか？日本の1位もよくわからんが、お前らの5位はかなり怪しい。調査自体が信用できない。今の朝栗陰の騒動で海外のやつとは会話が成り立たないってよく見るけど、本場なんかもな、しょぼーん。ランキングの信頼性言うたら、お前らが5位ってのもすげえ怪しいんだけどな、わらわら。確か渓谷って IQ テストで選抜してごまかしてたことあったな。事実と意見を区別する能力が OECD 加盟国最下位なのに、知能指数5位が理解不能。応用力高くてもイノベーションは生まれない。IQ とノーベル賞を安易に結びつけてるところが、お前らの知能を疑うがざるを得ないな。他人のものを持ってきて良くするというより、人のものを盗んで劣化させるだけである。知能と倫理観を並べるのもおかしい。アメリカは移民で識字率下がってるから、ピンはピンでちゃんといる。米国は頂点との差がね、平均的に低レベルのどっかの国とは違うよ。日本も他人事じゃないけど、先導に弱いのはオツムの弱さなのだよ。アメリカは地球のどこにアメリカがあるかも知らない移民ばっかだから仕方ない。
猿が1位、じゃあ猿以下ってことですね。わかります。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。